調子です。ちょっとだけ試飲します。ちょっと緩い傾向にある人はあんまり入れない方がいいですね。反対行きます。後ろ見える。すごい、めっちゃ見えますね。ハリケーテンからこんにちは、ピオハリです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はスペシャルゲストです。 YouTube チームメンバーの遠藤さんです。よろしくお願いします。遠藤さんね、お若いのに、はい、ね、頑張っていつもあのサムネとか作っていただいてるんですけど、皆さんが見てるあのクリックしてしまうサムネは彼が作ってくれてますけども、はい、うわ気持ち悪いとか言いながらいつも作ってる。そうですね、え、これえぐいわみたいな、はい、そこをピックアップしてちょっとサムネ作ってます。ピックアップして作ってるから自分がえぐい体調だっていう。そうですね、ちょっと動画見てて思って、自分も不治の病を患って。不治の病、ちなみに病名言ってよければ。あ、病名はあのクローン病っていう、ちょっと聞いたことないような名前なんですけど、まあ難病ですよね。そうですね、難病ですね。しかもそれがなんか記念日だったんですか。そうですね、確定診断。先生にこの病気ですって言われたのが16歳の誕生日の日に。誕生日悩んで。そうですね、受診したら発覚して。いや最悪の誕生日です。これびっくりですね。でもあの慢性疾患があってもそんなに症状悪化しなくてですね、元気で過ごしてる方いるんで、うん、体調整えていってですね、血水の状態を良くすればそんなに症状ないですっていうね。自己免疫系の疾患なんで、免疫のバランスを整えてあげたりとかすると結構元気になってますので。ケロッとしてる人もいますよ、結構元気で。治療を受けて、はい、もう1回でね、一生の効果とかそういうのはないですけども、まあ、繰り返しやっていって体調管理をしていくと、まあ、症状を悪化せずですね。今ね、お通じとかはね、もう最悪ですね、もうお通じはもう赤いのが出ちゃって、赤いのとかぐちゃぐちゃっとか、やばいですね。びっくりですよね。びっくりです。もう、この色出るっていう色がちょっと出ちゃいますね。さっきいろいろ聞いたんですけどね、それが出る仕掛けも自分でしてるような気もしますけども。はい、すいません、本当に。これはしっかりと治療させていただきます。はい、それでは、ゴー。ちなみに、高校生の時ってことは何年ぐらい悩んでるの？大体8年ぐらい。8年。ドワーッて、ね、ドワーって出たら、ちょっと。悲しいですね。やばいです。その割に辛いものが好きって。お腹痛くならないですか？いや、なりますね。なるけど、それを我慢して辛いのを食べちゃうっていう、ちょっと罪悪感。お腹ほぼした方がいいですよね。すいません。ということは、はい、胃腸が悪かったりするとですね、体もこわばったりもするんで、ちょっと全身を見ていきますので、背中もめっちゃもう猫背じゃないですか。ちょっと横見てください、この。C の字になってます。C の字。C の字。はい。ということで、なんか手を置いて、右左ひねってみましょうか。もう、え、曲がらないよ。曲がんないですね。簡単に。いや、いつもパパってやってる。これ、あの、動画見てて、いや、こんな硬いの嘘でしょってなるんですけど、なんか意外と曲がんないし。曲がんないでしょ。回ってない。なんか自分の中で柔らかいって勝手に思ってたんですよ。首右左です。あ、首は全然いってないじゃん。反対に全然いってないの。いってないですか、これ。後ろ見えないでしょ。あー、見えないですね。反対が無理してる。反対向けですか。すごい無理してる。だいぶ無理してます。ちょっとショックだな、俺。柔らかいと思ってたんですけどね。やっぱり胃大腸は免疫力とかの原因なので、免疫の暴走っていうかですね、免疫のアンバランスなので、自分で自分を攻撃しちゃってですね、それを整えていくっていう部分で、腸免疫のバランスを整えるんですけども。ここね、むくんでるね、ごめん。これ痛いですか？これ大丈夫。ああ、なんか。こっちの方が嫌です、ね。ああ、そっちですね。っちこっち、ね、左手です。確かに左やばいですね。このコーラップが3個ぐらい並んでる感じ。ブニョブニョのブニョブニョの手が。そしてこのライン、あー嫌ですよね、はい、でもこっちだね、嫌なの。そっちっすね。いやこっち向いてめっちゃ向くんだ。嫌って嫌って。これクローン病っていうかですね、それで悩んでる方もそうですけども、10円と1円ですね、胃腸改善。簡単なのは合谷っていうツボがあります。で押してね、痛い方をやってもらって、
右左分からないけど基本右でいいんですけど、エナさんの場合はちょっとこっちがむくんでるんでこっちにします。なんか利き手とか左手なんですけど、あ、関係あります、ね、そういうのはそこまでは関係ないですね。ここじゃむくんでるんですね。これ10円貼ったら5ミリぐらい外したところに1円を人差し指側に貼ってください。これでも結構動きいいと思います。お腹手をひねってみてください。さっきできましたね。すごいな。反対だけです。右行くようになってました、ね、これ本当に動画作るときにサムネ作るときとかに本当かなって思ってやったんですよ。やり方ミスってその時に失敗したんですけど、今やってもらったときめちゃくちゃすごいですよ。まずこの疑いの目はこれですよ。ちゃんと首右左ですか。行くじゃないですか。行きますね。これねすごい。いや、なんかびっくり。マジで外してみましょうか。ビフォーアフタービフォー、はい、手ですか。首も回ってないですね。首回らなくなりました。ダメですね、やっぱり。腸から来て腸整えに大事ですね。もし余裕があれば11円。こっち側に貼ったら今度こちら足ね、2個目と3個目の間にここに貼ります。これでオッケー。こっちの方がいいと思います。もうなんかマジでスムーズ。体の体幹の動きもいいですね、うん、これやるとエネルギーバーッて上がります。下がっちゃう。エネルギーをこれはグラッなってるのがこうなると、はい、グラグラ改善していきます、はい、それではこう一回舌をめって出してもらって、あー、はい、OK です。気血を流したほうがよさそうですね。むくみとなんか余計な水が溜まってますね。え、ちょっと抜いてほしい、ね、この辺もおかしいもんね、これ。あ、これ脂肪じゃないですか、ね、違うんです、これむくみの、むくんでます、むくんでます。ちょっと煮すぎたはんぺんみたいな、ブヨッとして、ブヨッとしてこれ流したほうがいいですね。脈を、あー、脈がない。ないんですか。全拒ですね。全拒ですけど生きてます。全部拒してます。めっちゃおへそ荒れてますね。めっちゃガサガサしてるんですよ、はい、これはまずですね。もう完全大人形ですね。でもこれ、あー、それやばいですね。これですね。あ、これいい大腸の、あ、これだ。確かにここめっちゃ腹痛くなるんですよ。なんかピキってなる時あるんですよ、うん、これだいぶまずいね。ちょっとこの11円の感じでテスターってなんです。4球を貼るときに針が効く場所をチェックするんですけど、この身の経絡の韓国っていう広告を貼ります。まあさっきより楽じゃない。あれなんでだ、すごい楽ですね。だからやっぱり表面液のバランスが非常に崩れちゃってるんですよね。で、自分の細胞を攻撃しちゃったりとかしてるから、うん、それを落ち着かせるっていう意味では表面液を復活させるとですね。ちょっとまだあるけど、ちょっと復活するらしいです。めっちゃ楽な。こっちのも楽、うん、楽ですね。あなたの場合はこれです。ということで今非常にエネルギーのバランス下がってるんで、はい、多分内転筋も弱いんですよ。こっちでしたね。こっち、こっちやばいんですよ。この日の経絡おかしいです。ということでこうキープしてください。これダメでしょ。力入って。俺足の筋肉は強いと思うんですよ、ね、これこっちはまだあるんですよ。まだですね。こっちがもうグダグダなんですよ。ヘニョヘニョじゃないですか。力入んない。はい、ということでエネルギーアップしますね。落ちんけどな。もうここひどいもん。これもう グミがいるんですよ。これがあー今取った。おーほらほらあーはいほらあーほらあーありますね。はい、ほら聞いたよ。エネルギーを入れました。ということはこれキープしてくださいね。力入る。すごい。はい、キープしてください。力入る。さっきふにゃふにゃだった。
エネルギー、え、すごい、エネルギーグラグラでした。え、すごいですね。こんな針とか、うん、こんな水玉とかやってますけど、針一本でいいんですよ。でもこれで動画終わっちゃうんで、チャンネル登録とって終わりなんで、いざ針ちゃんとすれば、1、2箇所でも十分です。え、めっちゃすごい。ちょっと興奮してますね。ちょっと、あ、これもちょっと、これもこれ消しますね。おー。はい、OK。はい。はい。僕はもともと看護師やっててですね、うん、救命病棟とかにいて、大学病院でいる患者さんを看護してきて、西洋薬の限界を感じてきたんですけど、今、ようやくですね、針灸で。西洋薬でカバーしきれない方をちょっとカバーしたりとか、そういうのができて、もう一つ別に否定してるわけじゃなくて、いいとこあるんで、西洋薬のいいとこ、東洋薬のいいとこ、ハイブリッドでやったんですよ。めっちゃ元気になりますから、ね、どう考えたってね、骨折してる時にね、お灸で治すことはできないですから、そんなも無理ですね、そんなもんはね。そうですね、はい、気合で針で、ね、それは無理です。あと、なんかおできができちゃったとかね、それを取らなきゃいけない外科医の先生に頼まないと。でも本当動画毎日見てるんですけど、はい、サムネ作る時に、はい、こんな変わるのかなってめっちゃ思ったんですよ。全然違いますね、やっぱ足のやつとか11円とかも体験してみて、体験するとすごいっすね。1年間のチームにいながらも疑ってた。実際そうですね、まだ受けたことなかったんで、どうなんだろうっていうあれもありました、ね。今回ちょっとワクワクが止まらなかったです、ね。やっと受けれるかと。やばいです、ね。これもやっぱこうなんかおけつがあるんですよ。トロコ。はい。ここね、よくしないとですね。さっきなんか調子悪かったですね。今ここです、ね。ここ実はここなんですけど、こっちも。ひどいね、本当に。いや、もう、葉っぱ、ヒノキ、あ、ちょっと待ってください。おー、すごい。飲料栓ですね。これで、あー、これで、もう多分お腹の変な針いいと思います。ほら。あー、めっちゃすごい。なんもないっすね、早ん。ないっす。で、腸はやっぱり元気に活性化するように調整の針を利用しておきます、ね、調子です。でも最近これじゃ物足んないっていう方もいるんですよ。来ましたね、コメントで。です。じゃあちょっとだけ一緒にしよう。はい。これぐらいですね。ちょっと緩い傾向にある人はあんまり入れない方がいいですね。で、これで。はい、すごい。OK です。なんか今一瞬お尻ピクピクしたんですよ。はい、お尻に行きましたね。ピクピク。これで、プラス、免疫力上げるのと、人間の体を回復させるの。はいはいはい、頭皮にあるので。頭皮、はい、脳神経。これ、めちゃめちゃ良くなるんですよ。コロナの味覚障害とか嗅覚障害でこの治療すると良くなりますし、あと当然免疫系の疾患の方もですね、良くなります。おお、これですね、呼吸循環ポイント、循環を改善します。エネルギーが、もし、あー、もう頭皮もだいぶむくんでますね。おお、全然きますね。きますね。いや、もうこれ、おお、おお、結構響きますね、こう頭来るんですよ。来ますね。ここ来るはずです。なのでこれ胃のポイントなので胃腸ポイント。今のやばいっす。いや、やっぱり胃の反応がありますね。やっぱ胃悪いんですね。悪いですね。ここはリプロダクトポイント、これ生殖系ですけど、こう全体の生命力アップになる。お、すごい、後からなんかじわにきます。じわーって、はい、免疫調整のこれ一番ですね。うわー、出た。すごいやつ。大丈夫です、ヤッターマンみたいになりませんか。
はい、ということで今やってるのは4系チェス、4つの系だから定期的に受けると元気になります。一生で1回の効果ないですからね。ちょっと左電気かけてみます。感じますかね、トントントンと左足。ああ、はいはいはい。こっちにします。強くないですか？大丈夫ですか？大丈夫です。トントン。でもそんな強くないですね。こっち側に行きます。感じますか？はい、はい、元気になります。感じますか？感じます。はい、でこれ7歩出していただきます。それでは、立ちましたので針を取っていきます。はい、さっきの痛い取れたんですか？少し。あ、そうですね、はい、嫌な感じないですね。あ、いいですね。姿勢が良くても楽でしょ。めっちゃ楽ですね。こうです。なんかこうフレッシュな感じですね。新社会人ですみたいな。青色もいいです。ああ、確かに。お腹手を置いて、手右手でチェックしてみましょう。お、チェックじゃないですか。すごい。首右左。行きます。行きますね。行きます。後ろ見えるの。すごい。めっちゃ見えます、ね。やっぱり胃大腸が大事なんで、さっきやったこっち側むくみ傾向なんで、ここにこの膀胱と右足の関節ですね。遠藤さんの場合は左手、右足でやるといいかなと思います。はい、実はそのクローン病でね、いきなり心筋になかなかハードル高いかもしれないですけど、体調管理の意味で全身調整をしたいとかですね、他の首肩の凝りとか、まあ、ちょっと調子悪いとか、まあ、そういう部分でもいいですし、胃腸調整っていう形で相談いただければ、声楽だけじゃなくて、こういう噛み合わせと元気になるんで、日々ね、やっぱりこう、体液ロスっていうんですけど、まあ余計なものが必要以上に出たりとかするとやっぱりパワーダウンするんでですね、ナトリウムとか電解質とかも失いますし、出血とかしたらですね、まあ、メンタル的にもあんまり良くないじゃないですか。なのでこういった治療を併用すると本当にですね、元気になる方結構おりますんで、悩んでる方ですね、ぜひ立ち乗り横浜元町とここ銀座がありますんで、概要欄のLINEからお問い合わせいただければと思います。またですね、こういった疾患を抱えている方ですね、全国で治せる会員さんも100名ぐらいはいますので、ご紹介できたらなと思っています。なので、こちらも LINE からお問い合わせいただけると思います。では、他にもですね、セルフケアの動画ですか、生存動画を配信していますので、次の動画もご覧いただけると思います。チャンネル登録、高評価の方でよろしくお願いします。で、このサムネも自分で作りますね。自分の自分で作ります。はい、ありがとうございます。それでは。キング治療ありがとうございました。あれから1週間ぐらい経ったんですけど、腹痛がもう一切来なくて、だいぶ体が楽になりましたね。で、血便とかもなくて、めちゃくちゃ体すっきりしたんで、なんかすごい改善したなって思いました。今回治療していただきありがとうございます。まだ場合はこれです。韓国航空、第2韓国、韓国っていうのはあちらの国の韓国じゃないですか、壺の韓国。カニを発生を言ってたら人間さんいましたけど、これはね、これでやるとよくない、大体見えてますね。まあ、腎が悪いので腎を動かないです。生命力ですね、常に下がってます。下がってますね。24歳です。どこまで出会うの？どこにどこなの？おじいちゃんみたいなって言ってますね。ほっぽってたらおじいちゃん